名古屋国際センターは、名古屋市中村区にある、名古屋市の公共施設。名古屋地域の国際化を推進することを目的として、1984年10月12日に開設された。運営は、公益財団法人名古屋国際センター。本施設が入居する名古屋国際センタービル、名古屋国際センターホール、及びテレビ愛知が2010年6月23日に、 開局した国際センター中継局についてもホームページで解説する。名古屋地域における国際交流の総合拠点施設として計画され、1977年12月の名古屋市議会における名古屋市基本構想議決を経て、翌年に策定された国際文化村構想に橋を発する。その他、国際留学生を支援するための事業等を行っている。 名古屋市中村区名古屋一丁目交差点北東角に所在する超高層ビル。計画名、泥港一種市街地再開発映画区の再開発ビルとして建設されたもので、第17回中部建築賞に入賞している。高さが100メートルを超える超高層ビルは、当ビルが中京地区では初めてであった。オフィス用エレベーターは低層バンクと高層バンクに分かれており、 低層バンクは東芝製、高層バンクは日立製であり、非常用エレベーターは三菱電気製となっている。オフィス用、非常用エレベーター全11機は2017年から順次リニューアル工事が行われていて、それは2021年3月にすべて完了した。エレベーター乗り場の衣装更新も実施した。名古屋国際センタービルに付属する別棟の多目的ホール。 テレビ愛知がセットデジタルタワーからの電波が届きにくい。名古屋市中心部の大部分をカバーするために設置した放送用中継局。名古屋市の全域、並びに名古屋市及び清須市の各一部。ABCDEFG 名古屋国際センタービル。株式会社第一ビルディング。2014年8月31日閲覧。ABCDEFGH。 名古屋国際センター。名古屋市。2014年8月31日閲覧。昭和60年度第17回中部建築賞、入賞作品。中部建築賞協議会。2013年9月6日閲覧。清水建設株式会社名古屋支店100周年。記念誌編纂委員会。清水建設株式会社名古屋支店100年の歩み。清水建設。 1991年12月、愛知県の開局状況総務省東海、総合通信局東海地区の開局情報、国際センター中継局総務省東海、総合通信局地上デジタルテレビジョン放送局の免許総務省東海総合通信局、2010年6月23日、ありがとうございます。